システム障害の影響が出ている飛島ふ頭のコンテナターミナルの西側に来ています。私の後ろ側、ターミナル内にはコンテナが高く積み上げられています。手前には廃炉の機械が並んでいて、普段はコンテナを持ち上げたり動いているものだと思われますが、システム障害の影響でしょうか、今日は朝からすべて止まってしまっています。そしてすぐ横の車道も今はその姿がないんですが、朝からトレーラーが大行列を先ほどまで作っていました。行列は朝から続いていて、午後2時ごろには飛島インターを降りてすぐのところからおよそ 2.4 キロにわたり伸びていました。列が全く動かない時間帯もありましたが、午後3時ごろから徐々にスムーズになり、その1時間ほど後にようやく解消されました。並んでいた運転手の方にお話を聞いたところ、これは一部で荷物の積み下ろしができなくなったことで、隣接するヤードにトレーラーが集中したことによるものだということで、先頭の人は1時間半以上待っているとも話していました。名古屋港管理組合によりますと、明日朝までに作業を再開したいとしていますが、現場の混乱はまだしばらく続きそうです。伊藤さん、1時間半ほど待ったドライバーもいたということなんですけれども、ドライバーの方の様子はどうでしたか？そうですね、ヤードの方も、正午から午後1時の間は昼休みになって業務自体がストップしてしまったので、その時間帯は運転手の方も、運転席で昼食を取ったり、車から降りてこう体をほぐしたりするような姿が見られました。あと話を聞いていくと、今日のことというよりは、今後復旧した後に、その今滞ってしまっている物流がどうなるのか、その仕事が間に合うのか、そういったことを心配する声が多く聞かれました。復旧が待たれますね。